こんにちは、トマキです。今日はビーレジェンドさんのプロテイン29種類レビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。早速全部プロテイン準備していきたいと思います。今回は150の水で統一してやっていきたいと思います。あー、ピーチ美味しそう。はい、完成しました。はい、では早速今から飲んでいきたいと思います。ちょっとね、もう順番はバラバラなんで、手前のやつから順々飲んでいきたいと思います。で、一応ちょっと時間かかって、最初の方のやつは沈殿しちゃったりしてるんで、スプーンで混ぜながら飲んでいきたいと思います。まずは白い巨峰風味いってみます。あ、匂いはすごいさっぱりすっきりしたマスカットの匂いですね。あ、うまい。結構飲みやすいです。いただきます。これはすっきりでめっちゃぶどうの味して、トレーニングアウトだったらいいかもしれないですね。うん、なんかどのタイミングでも割と美味しいなと思います。冷たかったら美味しいですね。うん、はい、星5個中何個かでちょっと評価していきます。今のはかなり自分の中で美味しかったんで、星 4.5 でいきます。これが 4.5 っていう基準でやっていきます。 K さん星なんです。僕星4っすかね。4っすね、はい。情熱のパッションフルーツ風味いきます。あ、匂いはパッションフルーツの酸っぱい酸味の効いた匂いです。美味しそうですね。お、そういやこれ昔飲んでました。結構酸っぱいですね。星は 2.6 ぐらいですね。美味しいですね。本当これもさっぱりしてて、僕はこれ星 4.5 です。まあ、酸味が好きか甘みが好きかによって多分好みが分かれるんですけど、これは酸味好きな人は好きかな。次ベリベリベリー風味です。匂いはいいですね。めっちゃベリーのガムのあのストロベリー味みたいな匂いがします。甘さが結構あって、酸味はちょっと弱めですね。結構美味しいです。まあ、星3ってとこですね。ビーレジェンド3といえばこれって勝手に思ってるんで、僕もこれ星 3.5 美味しいです。次ピチピチハッピーチ風味です。ほのかな桃の匂いがします。そんな桃感はないですね。結構甘いミルク、3.5 ですね。匂いも味も薄めですね。あのピーチのジュースを牛乳で割ったような、そんな感じですね。僕は星 2.5 ですかね。あ、次これずっと飲みたかったやつですね。ヨーフルトヨーグルト風味。ヨーグルトのプロテインは個人的に好きなんで、これどうかなって飲んでみます。飲むヨーグルトのヨーグルトの匂いです。美味しいです。あの甘すぎず酸っぱすぎず、まあ割と薄めの味かなってとこですね。全然トレゴとかでもさっぱり飲めちゃいますね。欲しい 3.8 ですね。僕想像したよりもこれ甘いです。酸っぱい系を想像している方は多分甘いと思います。これは3ですかね。僕は3ですか。美味しいです。でも真夏の多いスイカ風味ですね。色がすごいですね。スイカバーみたいな匂いします。うーんって感じですね。なんかスイカとホエーの牛乳感があんまし合わないかなって感じです。星 0.5 ですね。ホエー感とスイカの風味感が合ってないんで、これは 0.5 っすね。スイカとホエーはあんま合わないかなって感じです。次、力餅の桜餅風味。これ話題になりましたね。そうなんですか。うわ、匂いががっつりですか。がっつりっすね、はい、桜餅のまんまですね。まあ確かに桜餅の味がしますけれども、なんかやっぱホエーとあんまり合わないかなってとこで 0.6 ですね。しょっぱいですね。一口目やっぱあの桜餅の葉っぱの部分のしょっぱさがあって 2.5。 もう一回さくらんぼ風味。匂いはなんかあんまり分かんないですね。何味が結構味濃いですね。これは口の中にしょっぱさが残る、うーんって感じですね。自分は星 0.5 で。確かに一口目結構いいかなと思ったんですけど、歩兵とは合わないかな、うん、0.5 っすね。そこがでかいです、はい、歩兵と合うかどうか。次、
ゴーゴーマンゴー風味、うん、マンゴー好きなんで期待ですね。あ、匂いめっちゃマンゴー。そのマンゴーのスコールか、はいはいはい、スコール、そんな匂いを醸し出してる。うまっ、うまっこれめっちゃうまっ。普通にジュースです。本当にスコールのマンゴーのもっとミルク感が強くて、うん、炭酸がないやつ。まさにこれはマンゴーミルクですね。 4.6 ですね。マスカットと同じぐらい好きです。僕これ星 4.5 です、うん、これはおすすめできますね。そんなバナナ風味きます。プロテインのバナナ味って結構外れないですよね。まあそうですね、結構バナナミルクがあるぐらいなんで相性としてはいいですよね、うん、バナナミルク飴の匂いがします的確ですね、うん、最初はバナナミルクのあのまさにあの感じで、ちょっとなんかさっき飲んだマンゴーが混ざっちゃったのか、なんか変な味が最後ちょっとしましたけど、でも結構美味しいですね。これほんとバナナミルクの飴を水に溶かしたみたいな味がします。一口目すっごいバナナですね、うん、ほんとバナナミルクのあの紙パックの飲み物とかあるじゃないですか、あれに近い味、うん、これはすごくすっきりしてて飲みやすいですね。甘いの好きな方はぜひ。 3.5 ですね。星4ですかね。結構うまいですね。美味しいです。こいつは梅風味いきます。名前がいいですね。なんかビーレジェンド、これもなんかやっぱ梅のキャンディー、酸っぱめの梅のキャンディー。うわ酸っぱい、結構酸っぱい牛乳みたいななるほど、酸っぱい部分が結構強いですね。梅酒を牛乳で割って頑張りましたみたいな。ああ星 0.5 ですね。でもなんかもう一口飲みたくなる僕雰囲気、ちょっと中毒性が結構好きかも。僕 3.5 です。これ 3.5 です。美味しい。酸っぱいの好きな方はいいかもしれないですね。やっぱトレーニング終わった後って甘いのよりも、まあ、夏場とか特に酸っぱい方がなんか良くないですかなるほどな、はい、自分がそれに対して結構甘いの好きな方なんで、ちょうど2つの意見が聞けていいかなと思います。初恋のいちご風味いきます。あ、これいちごミルクの匂いがします。あ、美味しい。これ美味しいです。バナナミルクよりもなんか上手な感じがしますね。このいちごミルクの普通に紙パックで出てきても全然いけますね。もう匂いがコンビニで売ってるあの小さい紙パックのいちごミルク、まさにこれは美味しいですね。これはうまいですね。これ美味しいです。星 4.4 です。なかなか出ませんね5が、うん、なんか5を出しちゃったらこれ以上が出た時にってのがあって5を上げてもいいですね。お、5ですね。初5。次もいちごで織姫いちごミルク風。今度はいちごミルクですね。さっきとどう違うのかっていう。匂いは、あ、こっちの方が濃ゆいし、こっちの方がピンクが濃ゆい色もですね、匂いもそんな感じです。あ、もっとうまいっす。ただもっと甘いっす、こっちは。もっと味が濃いっす。いやこれは、じゃあこれ 4.5 です。こっちの方がスムージー感がある、うん、甘さで、ミルク感強めですね。ミルクの飴みたいなミルク感です。これはオーバーナイトオーツと合いそうです。美味しそうですね。僕これ、これも5ですかね。5ですね。美味しいですね。うまいです、これは。この2つは美味しいです。あっと驚く小豆風味いきます。僕結構小豆はデンジャラスだと思うんですけど。まあ、おしるこみたいな匂いがしますね。あ、うまいっすよ、これ。これいい。これはうまいっすね。なんか、冷えたおしるこみたいな。冷たいおしるこ。3.9 で。冷えたおしるこって表現がすごいぴったりで、うん、匂いも味も本当におしるこそのまんまですけど、これ毎日飲むかって言われたら、2日に1回とか、まあたまに飲んで面白いかなってとこですね。やっぱビーレジェンドさん、あのおしるこのプロテイン出してるじゃないですか。はい。なんでやっぱおしるこがホットっすね。ホットのやつで、なんで美味しいんですかね。確かに。そのまんま感がありますね。うん、メンソーレシークワーサー風。わあ、これ酸っぱいっすね。ちょっと酢みたいな酸っぱさも感じます。おお、あ、ちゃんと苦味も表現されてますね。酸っぱ苦い、それを牛乳で割った感じで、うーん、
2.0 で酸っぱさよりも苦味の方が結構強烈にきてて、多分シークワーサー飲んだことある人とか分かると思うんですけど、やっぱ苦い飲み物なんで、うん、果物自体がこれすごいですけど、再現度すごいけど毎日欲しいかって言われたらこれも微妙なんで、まあ2かな。2ですね。背中に鬼レモン風味ですね、うん、これも酸っぱそうですね。うわ一番酸っぱいですうわこれあの眠っちゃいけない時に食べる飴の酸っぱさです。うわ結構酸っぱいですね。多分レモン好きの人にはたまらないと思います。酸っぱっ、あもう口キューってなりますねこれ一番酸っぱい。でも、うん、僕と同じ酸っぱいもの好きの方だったらこれは買いですね。トレーニング後にこれ飲むのはちょっといいかもしれないですね。うまっ。 3です。お酸っぱ、僕5。これはうまい。ムキムキ甘栗風味。ちょっとあれですね、チャレンジングな。栗と牛乳ってタイで食べたなんか代表的なスイーツみたいな味、匂いがします。なんかわかんないですけど、あっちで何回か出てきてうんって感じだった。でも結構味は美味しいです。モンブランのケーキみたいな感じがして 3.2 で、結構後から栗の味がして、うん、そんなに濃くないんで意外と飲めちゃうかもしれないですね。タピオカ入れたいですね。あーいいですね、確かに美味しそうです。合いそうですね。 3.5 ですけど激うまチョコ風味。うん、プロテインって言ったらやっぱチョコとバナナと、うん、まあ普通のフレーバーっていうイメージなんですけど、匂いはココアです。味もココアです甘さはやや甘ぐらい、そんな甘ったるくないです。ミロですね。あーそんな感じですね。飲みやすくてチョコというよりはココア、ココア感。僕は3ですかね。メロメロメロン風、うん、メロンと牛乳なんでどうなんですかね。まあ、たまに出ますけどね、メロンオレみたいな。うわ匂いはめっちゃメロンです。美味しい、甘いけどホエイとの相性ってとこで、まあ、2.5 ぐらいですね。うん、匂いはめっちゃメロンですけど、うん、味はそこまでメロン感ないですね。うん、うん、これ2かな。ですかね、やっぱホヘイとの相性ということで、うん、はい、次キャラメルコーヒー風味にします。なんか美味しそうですね。美味しそうですね。うん、本当キャラメルコーヒーって感じです。自分もちょっとコーヒーが苦手なんでちょっと低いレビューを出しちゃうかもしれないですけど、コーヒー飴みたいなそんな味がします。全然まあ悪くないかなと思います。2.2 で、僕これ点数から先に言うと 0.5 っすね、うん、薄くて、僕は結構コーヒーを飲む人なのでそういう人からするとこう薄くてコーヒー感が物足りないというか、なんか中途半端な飲み物感があってちょっと微妙っすね。次は南国パイン風味いきます。パインと牛乳の相性がどうなんですかね。あまり期待はできないんですけど、うん、うわ匂いはパイン飴ですね。結構匂いしっかりついてます。おー全然全然意外と合いますよ。まあ爽やかめなパインって感じですね。ありだなって感じで、僕酸っぱいもの好きなんでどっちかっていうとやっぱあのパインのなんか酸っぱさもうちょっと欲しかったなってとこで、うん、僕は 2.5 ですかね。甘さがこれ際立っててパインシロップみたいな味なんで 2.9 ですね。あここに来て何も書いてないんで多分ナチュラルですね。ドロッと感も少ないですね、ナチュラルに。あーあの粉ミルクみたいなホエイの特有のちょっと甘い甘ふんわり甘い感じが、なんか今まで散々味濃いの飲んだんですっごく薄く感じるんですけど全然毎日飲めるなって感じの。自分は 3.5 ですね。はっきり言っていいですか、うん、ゼロっすね。ゼロっすか。なんだろう、めっちゃ薄い牛乳。ああそんな感じ。低脂肪乳を水で割ったものを飲んでる気分で、うん、何飲んでるか分かんないっす、うん、けど全然トレーニング後何も口のその酸っぱさとか甘さ残したくない人とかありだと思いますね、うん、自分は。そういうのは初めて飲んだのがそういえばナチュラル、初めてプロテイン買ったのがビレジェのナチュラルで全然好きだったんで多分それもあって、口に何も残したくない後味残したくない方はナチュラルがこうググッと飲んだ方がいいかもしれないですね。いいですね。めっちゃお腹スイートポテト風です、うん、スイートポテトの匂いしますね。
あ、結構美味しいです。甘さはまあほんわり甘い感じで、ミルキーなスイートポテト、星 3.1 ぐらいですね。匂いはもうめっちゃさつまいも、スイートポテトの匂いがして、おかしいものが好きな人はこれめっちゃ好きだと思います。僕それが好きなんで4ですね。あ、いいですね。これなんか牛乳と合いますね。美味しいですね、ホエイト。うん、では次はちょっと一安ミルクティー風味。あ、ここにあるですね、自分が気になって買ってたやつ。どんな味なのか。おー、ミルクティーの匂い。あー、これはあのミルクティー好きならあの結構気に入ると思います。割と色があのコンビニで売ってるパックの紅茶の色と似てますね。似てます、まさにそれに近くて。あー、自分4ですね。まあ、他のメーカーさんの紅茶のこういうの飲んだことあるんですけど、プロテインを、それよりも全然すっきりしてて飲みやすくて紅茶感が出てるんで、うん、これは星 4.5 ぐらいですね。うん、これ美味しいですね。すっきりしてますね。さあ続いて、ひこぼしブルーベリー風味。あ、ベリーかぶりですけど、よく嗅ぐとブルーベリーって感じですね。結構匂いが控えめです。甘いし酸っぱいし。酸っぱいですね、結構。やっぱブルーベリーなんで、うん、うんうん、僕これありだな。やっぱベリー好き、酸っぱいもの好きな方はこれは受けれますね、うん、結構。僕は星 4.7 です。お、高いですね。美味しいですね。自分はまあまあまあって感じで3ですね。次、今日もお疲れレモンティー風味います。また紅茶シリーズですね。また紅茶シリーズ。レモンティー自体あんまり得意じゃないんで、ちょっと低評価になっちゃうかもしれないですけど、あ、結構美味しいですこれ。おお、そんな酸っぱくなくて、けどレモンの味もして、甘く、そんな甘くもないですね。うん、これは星 4.2 ですね。全然くどくなくて、うん、だけどちゃんとレモンの味もしててすっきりしてるんで、で、紅茶感もちゃんとあって、うん、僕これ星 3.5 ですね。うん、寝る前とかに飲みたいです。あ、いいっすね。あ、行きました。いっぱい飲んだコーラ風味来ました。気になってたんですよね。炭酸はどうなのか。どうなんですかね。なさそうですけどね。もうちょっと作ってしばらく経ったんで、もしかしたら本当はあったのかもしれないんですけど、コーラの飴とかガムの匂いがしますね。強い。まさに駄菓子のコーラ味ですね。ホエイ感はないですね。ここ、うん、美味しい。若干シュワシュワしますね。うん、ちょっとビビビ微炭酸ぐらい。うん、超微炭酸ですけど、うん、これうま。5です。 3.9 で、すっきりんご風味。りんごか。りんごと牛乳。うん、どうなんだろう。チャレンジングですね、これも。あ、匂いはアップル果汁 20% ぐらいのジュース100% ではないなって感じで。あー、結構美味しいですね。他のフルーツに比べて結構合ってる方に入るかなと思ってて、ほんのり甘くて、うん、なんかこうミックスジュースの牛乳版、うん、オレ版、ミックスオレみたいな時のこうリンゴだけ抽出した味、うんうん、他のフルーツ、例えばそのパインとかよりも全然あのホエイとの相性っていうのはすごくいいかなと思って、ほんとすっきりしてますね。うん、僕星4です。 3.3 で、抹茶のチャチャチャ風味です。抹茶好きですもんね。抹茶好きですね。自分これ、まあ、今回のには入ってないんですけど、この限定のこのペコちゃんの抹茶ミルキー風味はめっちゃ好きです。甘い抹茶好きな方はもう多分好きだと思います。これは結構抹茶のあのこうやってこうする抹茶のあの感じがすごい。煎茶ですね。煎茶、うん、美味しいですこれ。こっちほどやっぱ甘くないですけど、普通のこれよりは断然甘い。 3.5 ですね。純粋な抹茶、うん、なんで僕からしたらちょっと物足りないんで、これは僕は2ですね。はい、という感じで全フレーバー飲みました。ちょっと5種類選んでみようと思います。はい、味5種お互い決めましたんで発表していきます。順位とかじゃなくて、まあ、5個選んでそれを発表します。じゃあまず自分はですね、この白い巨峰風味と、よう混ぜるとヨーグルト風味と、
ゴーゴーマンゴー風味と織姫いちごミルク風味と今日もお疲れレモンティー風味の5個です。はい、ではレイさん教えてください。僕の5種は、マスカットとやっぱあとコーラと、あとひこぼしのブルーベリー、鬼レモンと、いちご、最初の方のいちご、最初のいちごですね。初恋のいちご、初恋いちご味ですね。なるほどです。やっぱいろいろこう味があるんで好みは結構分かれるんですけど、やっぱ2人共通してたのがこのマスカットですね。これは本当にうまいですね。すっきりしてて本当に飲みやすくて、うん、本当この時期だったら氷とか入れてシェイクしたら美味しそうですね、うん、なんかどっち派の人でもいけそうな、うん、別に甘いのが好きじゃない人でもこれならマスカット好きなら全然毎日飲めるんじゃないですかね。いけますね。マンゴーは自分は甘いの好きなんで選んで、いちごもそうです。あとはやっぱヨーグルトが好きなんでヨーグルトと、であと意外にこのレモンティーが美味しくて選びました。鬼レモン僕はめちゃくちゃおすすめなのと、やっぱりコーラどうしても運動した後トレーニングした後って炭酸が飲みたいと思う方も一定数いらっしゃると思うんですけど、超微炭酸ぐらいで、うん、でコーラなんでちゃんと味、これは本当にまだこれも氷と一緒にこうシェイクしてグッと飲んだら夏は美味しいんじゃないですかね。で普通に考えてこの29種類来たら、まあ、1日1個か多くて1日2個とか飲んでも、まあ、半月から1ヶ月ぐらいかかりますね全部飲むのに。結構楽しめると思います。いろんな味があるので、もちろんちょっと外れもあるかなって感じです。はい、今日の動画は以上です。他にも視聴者さんの好きなフレーバーとかありましたらぜひコメント欄で教えてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。